18時半だ。田原さん来た。あ、なんか田原さんとじゃあ一言だけ話してもらえますか。川上さんのそうお時間もちょっと引っ張っちゃったんで、川上さんもそろそろお時間やばいですよね。あ、そうですね。あ、そうだ、やばい。8時までですか。大丈夫です、大丈夫です。川上さん、そろそろ家帰って子育てしないと怒られちゃう。そうそう。権力が公平というのは絶対認識。こういう問題がなくなるのってやっぱりね、あの AI が裁判官やる時代、日本人は政府の言うことをみんな素直に聞いてくれるから、罰則制度が作る必要ないんだ。テレビ局の上の方にいる人っていうのはみんなジャンマリス魂がなくなった人だっていうことな気がするんですけど、全く違う。総理大臣3人失脚させて、総理大臣3人あの失脚させてたら普通殺されますよね。日本では芸能界っていうのはパワハラって当然であると。そんな秀でた人は性格悪いに決まってるだろうと。受験勉強が日本の教育を悪くしてると思っていて、正解答えないと怒られる。政治家もそう思ってる。僕がネットとかで時々書くんじゃないですか。なんで今書き込んだって深読みされるんですけど、それね、嫁が見てない時なんですよ。ガーシーさんの時も入院してた時、入院してないでしょ。で、立花さんの時もパリ行ってて飲んでた時ですよね。あ、そう田村さんはじゃあ娘さんに どういう教育方針で大企業に就職させたんですか。ちょっと娘に聞いて。世論は今のところの門川さんの交流を自白しないんだから、交流した方がいいっていう世論が多いかもしれないじゃないですか。そことの乖離ってどうしたら埋められるんですかね。埋められないんですかね、これは。でもその乖離って結構分断につながる気はするんですけど。いや、結局その角川って出版社だから、オリンピックに食い込んでもそこまでいいことないんですよね。イベントが受け入れるわけでもないし、人材派遣やってるわけでもないし。いや、ビジネス的にはね。せいぜいなんか オリンピック関連のパンフレットを作りますぐらいで、そんなめちゃくちゃ美味しい話ではないです。いや、美味しいって言ったら、明らかにビジネス的にはマイナスなんですよ。いや、結局その、どういう状態で嗣彦さんがそのじゃあオリンピックでそのビジネスをやるかとかっていうのも多分分かってなくて、悪いやつで金儲けてそうだから、悪いやつが罰を受けるのは当たり前だよね、すっきりっていう、そのなんか完全懲悪みたいな話で受け止められちゃう気がするんですよね。実態として別にそんな悪いことやってるこれっていう実態までちゃんと見ないじゃないですか。だから最近その袴田さんがようやく再審になりましたけど、昔からだって悪いことしたから刑務所いるんでしょ、死にたくないからなんかひたすら再審してって言ってるだけでしょって思ってる人がやっぱ多かったと思うんですよね。そこどうやったら解決できるんですか、じゃあひろゆきさん。結局だからそのじゃあ袴田事件の再審っていうニュースが出る前に、そのなんか味噌につけたズボンのサイズ小さくなるのおかしくねとか、そのなんか書いてあるのが別にこれサイズじゃなくて色だよね B ってとかっていうのも調べれば分かるんですよ。でもみんな見ないじゃないですか。いや、袴田事件の一番の問題は検察がむちゃくちゃなあの出したんだよ。これむちゃくちゃだってことをね、みんな気がつかなかった。検察が言ってるのはインチキでむちゃくちゃだってことを気がつかなかった。これも大きいですよ。検察をやっぱりみんな信用してるから、検察が出した証拠だから、これ事実だとみんな思っちゃった。まあ、実は検察が作り上げたむちゃくちゃだったの、実態はね。まあ、だからもうそういう意味ではこういう問題がなくなるのって、やっぱりね、あの AI が裁判官やる時代が来れば多分なくなると思うんですよね。どういうことですか。いや、公平だから、あのある一定の基準でやるから、もちろんそこで間違いはあるかもしれないんだけど、多分その間違いっていうのはそれをやった人全員があの、罪になるっていう意味では公平ですよね。どうですか、ひろゆきさん、そういうもの。まあ、確かにそのなんか大衆がこう思ってる以上これは正しいことだっていう思い込みを割とやっぱ検察は持ってると思うんですよね。だあの当時の堀江さんを捕まえるのが正しいことだと今でも思ってる人多分多いと思うんですよ、官僚も含め。そういう人たちが社会を作ってるっていう意味では、そのやっぱ新しいことをやらないでこう神戸を下げてバレないようにこそこそやるか、海外に行くっていうぐらいしか。今堀江は世の中から認められてるじゃん、フリエイト本名は。今僕はもっと言うと、堀江が逮捕される前の日まで堀江と対談して、で堀江が刑務所に入った間に出版したんだよ、出版。田原さんに聞きたいんですけど、さっきあの川上さんとひろゆきさんもお答えくださったんですけど、そのやっぱりそのどうしたのか分断が生まれてる気はしてて、そのちゃんとしたこういろんな文脈とかなしに、やっぱり
上の方の大企業とか役員の人たちがちょっとやったのが絶対悪いと。でその文脈はあんまりメディア報じないからそれも良くないんですけど、僕は一貫して検察に睨まれてやられてる人間の味方してる。田中家はじめ、堀江もそう、鈴木の、それから小田一郎、全部検察に睨まれてやられてる人間を全面的に応援してる。あ、そういう立ち位置が必要ってことですか。面白いじゃん。まあ、僕はっきり言ってきますけど、僕は検察官は正義のために仕事してると本当に思ってますし、電通から広告も受注しようと思って電通の人と付き合ったこともありますし、電通の人が真面目に仕事してるともすごい知ってますんで、電通も検察も大好きだってことだけ先に言っておきますけれどもそういう人と戦うことが必要ってことですね。そう、電通とか検察と戦う人が必要ってことですか。うん、それはメディアの大きな役割だな。いや、検察が一番悪いのはね、自分たちが正しいと思いすぎて全然正しくないのに。これ問題、難しい問題だな。だ、僕は一貫して検察から睨まれてやっつけられてるのを味方してる。でも検察は僕やっつけられないよ。これ加賀美さんもそろそろお時間やばいですよね。8時ぐらいまで大丈夫ですか。もう8時ぐらいまで収録しようと思って、もう あとそうですね。あ、そうだ、やばいやばいやばい。あ、今放送法の話あるじゃないですか、ひろゆきさん。あの放送法の公平な報道とかメディアって何かみたいな、田原さんってやろうと思ってたんですよね。公平なんてインチキだよ。なんでですか。え、まあ、あのね、権力が公平っていうのは絶対インチキ。つまり権力の言う公平は権力批判を認めないってことだ。どんでもない。ただ僕は思うのは、普通検察みたいな権力って他の国だったら、まあ、例えばプーチンとかって好きな人を逮捕できるんだと思うんですけども、日本の警察はそういう風なんじゃないですか。検察自身が意思を持ってて、それが判断が正しいかどうかっていうと、それは分からないんだけど。いや、一番問題はね、実は安倍晋三っていう総理大臣、安倍さんが、新型コロナウイルスがガーン入った時に緊急事態宣言した。緊急事態宣言ね。で、僕は安倍さんに申し入れたいって、日本以外の国は緊急事態宣言に違反したら厳しい罰則点ある。世界で日本だけない。そうですね。で、安倍さんに、なんでないんだ日本は。そしたら安倍さん、この答えを申し上げた。田原さん、日本人は政府の言うことをみんな素直に聞いてくれるから、罰則点なんか作る必要ないんだ。ここ大問題だよね。日本の国民は政府の言うことは全部聞いてくれる。だから罰則点作る必要ないんだ。それだけ言ってんだよ。おかみですよね。おかみと思ってるね。どうですか、ひろゆきさん。川上さんがそのもし自分が捕まったらもうさっさとやってない罪でも認めて謝っちゃうっておっしゃってましたけど、その堀江さんが刑務所行く時もニコ動で中継したし、堀江さんが刑務所出た時もニコ動で中継したじゃないですか。それはある種その検察だったりに対する反発行為に見えるじゃないですか。まあそうですね。むしろ社会的にはそれはマイナスだったと思うんですけど、はいはい、なんでその道を選んだんですか。いや、だからさ、俺はひろゆきとも付き合うじゃん。だからだからそれは僕はあのリスクはあるかもしれないんだけれども、正しいと思ったからですよ。なぜ正しいと思ったんですか。だって別にあのそんな の悪いことじゃないじゃないですか。で、堀江さんっていうのもやっぱり冤罪に近いものだと思うんですよね。まあ、僕ら堀江さんがやってることって全然賛成 してないんですけど、ああいう僕マネーゲームっていうのはやっぱりやっちゃいけないと思うので、でもそれは道義的にやっちゃいけないって話で、やっぱり捕まったこと自体っていうのは僕はやっぱり冤罪にかなり近いと思うんですよね。だからそれは僕はあの味方したいと思うし、それはそういう声を上げていきたいし、でそれでね、睨まれて捕まるとか、いやとか検察そこまでひどくないと思ってるんで、そんな、あの、俺がなんで捕まったかって言うわけですよ。俺が広島の選挙区で自民党人間にぶつけてやった。これで怒ったんだ、政府は。自民党にぶつけて落選したんだけどね。これで逮捕で。川上さんの理論に言うと、田原さんの川上さんで言うと、だ検察はまあそこまでひどくないってことですよね、そんなに。いや、日本 の警察って多分世界の中でも一番クリーンですよね。いや、めっちゃ僕それは間違いないですよ。検察官真面目なイメージですよね。そうですよ。いや、そんな国ないですよ。だってめっちゃそんなにお金も超もらうわけじゃないけど、正義のために寝ずにやってますよね、みんな。だから僕ね、あのアメリカ人に言われてね、アメリカ人が日本人は恐ろしいと、警察官に道を聞くと。で、アメリカでそのことやったら命が危ないと。
あのだから警察官に道を尋ねられる国なんてこんな平和な国ないんですよ。あ、警察検察両方ですね。そうですそうです。いやね、世界の先進国で日本ほど日本の治安がいい国はないんで、ないですよ。治安。じゃあなんでそういう堀江さんみたいな事件、まあ、仮にそれが冤罪的なものだと仮説のに乗っかっていくと、なんでそういうことは広島で自民党候補に対抗して立候補した。政治ってそんな怖いんですか。怖い。その時やっぱり覚悟しなきゃ。嫌なんだけど政治は。真っ向から喧嘩するんだって覚悟しなきゃ。この覚悟が足りなかった。ひろゆきさんどう思います。まあでも未だに堀江さんってフジテレビ系列出てないですよ、ね。あ、そう。あれだけいろんなテレビ番組で、うん、そのやっぱそこら辺発言の意図はやっぱりその、まあ、結局もう出所して元に戻ったじゃないかって田原さん先ほどおっしゃったんですけど、やっぱり堀江さん元には戻れてなくて、そういうデメリットをずっと抱え続けてる。いや、堀江が出ないんだよ夫人は。いやいやいや、こんなやつは検察の応援団なんて出ないですから。夫人はもちろん出てほしいよ。夫人は出てほしい。出ない。それはなんかそういう言い方をしてるだけでフジテレビがオファーを出さないっていうのは変わってないと思いますけどね。まあ、そういう意味ではだからメディア側はどうなんでしょうね。そのまあ確かに買収報道もあったわけじゃないですか、その時はテレビ局の、うん、あれフジテレビでしたっけ、うん、堀江さん、堀江さんフジテレビでしたっけ。あれフジテレビです。そういう因縁もあって出れないですかね、はい。いやー、それの恨みはやっぱりあるんじゃないですかね、やっぱり、うん。まあ、感情的な問題。まあでもね、フジテレビ本当エンタメのテレビ局っていうね、何でも応援しちゃうテレビ局って僕の中のイメージなんですけど、そこは広い心を見せてもらいたいですよね。人笑いみたいな。いやいや、それだけで面白いじゃないですか。うん、俺だけフジテレビに出るだけで、これ絶対大事件ですよね。そうですね。ヒエさんと面会してほしいですね。まあ分かんないですけどね、フジテレビがどう思ってやってるのか、堀江さんどう思って、そこは本当に推測に過ぎなかったですけど、まあ、そういう意味でどこだか放送局とか、まあ、放送法ですよね、今回問題になって、小西さんと高橋さんの問題になってたんで、そこは、川上さん、そのニュース見てました？放送法の。いや、知らないです。知らない。田原さんはご存知です。何が？放送法の、今、小西さんと高市さんで。だから、高市が大臣の時に、ね、うん、要するに一つの番組で、ね、変更している場合は、提案があると言い出した。そういう時僕は断固、鳥越さんたちと高市さんに抗議行動をやったよ、うん、あの時に2016年抗議行動、その時にだけど割に売れてる一部の人はジャーナリストは中立だってんで参加しなかった、うん、あ、そうですね。あの放送局って公平にやらなきゃいけないけど、うん、1個の番組で公平なのか放送局全体として公平なのかみたいな議論が、いや、だから高市は1つの番組で変更したらもう提案があると言ったんだよ。ですね。そこが今問題なんですね。だから抗議やったもん。いや、だから僕なんかね、それの公平でなきゃいけないっていうのって実際公平じゃないじゃないですか。だから公平だっていうのをやめた方がいいんじゃないかってね。あのもうアメリカみたいにね、もうフォックスは右とかね、なんかもうあのはっきりしちゃっていいんじゃないかって。だから自分が、ね、第一権力が公平ってやばいのよ。はいはい。権力が公平ってことはね、権力批判許さないってこと。はいはい。面白いですね。権力が公平っていう時は公平じゃないと。ひろきさんどうですか。いや、でも結局じゃあその一番組で提案になるみたいなのってやれるもんならやってみろって切れるテレビ局の偉い人がいなかったってことですよね。いや、だから高市はやると言い切ったんですよ、その時。だもうたまたまじゃあ1個の番組のせいで提案ですって日本政府がテレビ局に言ったら他のテレビ局も含めてふざけんなおかしいだろってなって対抗するから、そんなことできないよねってなるべきじゃないですか。なったの。その時に僕らは高市に対して抗議ガーンやった。ところがその後に政府やった連中が何人も殺されたんやん、番組から。まあ、それは原因されてですけどね、分かんないですけど、まあ、されてっていうね。だからそこはやっぱりね、テレビがかなりね、自粛性やったよ。まあ、でもその時、テレビ東京の人事には一切やっぱ影響なかったから、まあ、無視されてんのかな、やっぱな。まあ変更報道も忘れないと思う。何人も殺されたんやん。NHK ですよね。いやいや、テレビ朝日、テレビ朝日か。テレビ朝日はまあ、椿さんのとか、まあ、いろんな昔からのこう流れがね、ありますか。どうですか、川上さん、今の聞いてて。あ、ひろゆきさん、ごめん、ひろゆきさん、どうぞ。まあ、でも結局、だから、その、テレビ局の人たちもサラリーマンなので、その、政治家の人とかが、その、総務省の人に言われたら、そりゃ従うよね、クビになるの嫌だしっていうので、多分その、ジャーナリスト魂みたいなものは、置いてっちゃって会社員やってると思うんですよね。で、ジャーナリスト魂がある人は、もうテレビ局辞めてくわけじゃないですか。
なのでテレビ局の上の方にいる人っていうのはみんなジャンマリスの魂がなくなった人だってことな気がするんですけど。いや全く違う。やっぱりねテレビ局は免許事業じゃない。だからね政府が非常に近いもんで、免許事業のテレビ局でどこまで政府と喧嘩するんだって面白い、うん、こんな面白いことはない、うん、でもやっぱ面白がなきゃその中で喧嘩する術を、うん、これは面白い、まあ、田原さんずっとね生テレビでそれやってましたからね。何なんですかその免許事業の中でこう戦うコツは。面白いんやなか面白いあそれはコツは一つ、それは権力者に批判を面と向かってやる、陰で言わない。ああそれ言ってますね、面と向かってやる、はいはい、で僕は面と向かってやって、総理大臣に3人引き合わせたよ、うん、誰でしたっけ、あの最初はだったっけ、橋本さん、宮沢喜一さん、宮沢喜一、それから海部俊樹、それから橋本龍太郎、うん、で新年3人失脚させても日本変わんないからダメだと、ここからあとは総理大臣に直接これ言われ、これやるな言い始めて、小渕恵三からね。なるほど。ちょっとじゃあ別の観点から、あと20分30分になってましたが、別の観点から放送法とかメディアの公平性の話ちょっと聞くと、今ネットがめちゃくちゃやっぱり強くなってきてる気がするんですよ、うん、皆さんアルゴリズムも理解してきたし、それは見る側も、発信する側も強くなってきたと。で政治の世界ってまだファックス使ってますけど、でもやっぱ理解してきた感じがちょっとあって、選挙においてやっぱネットハックがすごい強いとか勝つ、まあ、それこそ NHK ともそうかもしれないし、まあ、維新さんとかもすごい今ネットで、例えば最上もがさんと、吉村さんの対話を出した、まあ、ちょっと維新って言うとあれかな、だから各政党もそういうタレントと、選挙期間中にタレントと党首がこう会話したりする動画を出してきてるんですよね。その時に、まあ、その30秒ずつぐらい喋ってくださいみたいな党首討論、まあ、テレビではそういうやり方しますけど、ネットの世論をこう考えることのが、まあ選挙とか政治において大事になってきちゃう可能性もあるんじゃないかと思うんですけど、そこら辺川上さんまずどう思います？いやもうなってますよ、ね、なってるよ、すでになってますよ、うん、こう野面に放置するのは危険と思うのか、いやいやこれ放置しといた方がいいですよ、どう思います？今は完全放置ですよね、選挙期間中、仮にですよ、リハックどこの政党も応援してないですけど、完全中立だと思うんですけど、どっかの人にすごい肩入れしても何にも問われないんですよ多分。まあそうですね、あの多分個人とかであの組織的にやることもできるじゃないですか、ネットの場合だと、あの個人の集団のふりをして実は誰かあの集団がやってるみたいな、 そんなそれって規制するのすごい難しいですよね、うん、あ多分分かんない、分かんない、覆面化しちゃうっていう、それ危険性ありますよね、分かんないし、例えばあの、まあ、Facebook は日本の政治でそれやらないと思うけど、うん、なんか ある党に有利な意見だけがあの表示されるような感じで、あの Facebook でもともとニュースのフィードってフェイスブックが決めてるんですよね、これが関心を持ちそうだっていうので決めてるんだけども、それをフェイスブックが意図を持って変えるっていうことも原理的にできるじゃないですか、また多分それを実際にやりそうだっていうので多分フェイスブックはすごい欧米で批判されたんだと思うんですけども、ネットのプラットフォームホルダーってそういうことってできて、ツイッターもできるし、それは僕はどっかで やるだろうし、すでにやってるかもしれないし、うん、だと思いますよね、うん、ひろゆきさんどうですか？そのキンブリッジアナリティカがそのフェイスブックでやってたやつっていうのは、こういう考え方の人にはこういう動画を見せたら共和党支持者になる確率が高いよねっていうのをずっと調べて、で発言チェックして、このタイプの人だからこっちの動画を出そうみたいな最適化をしてたんですよね。で結果としてやっぱり行動が変わるっていうのが分かったっていうのもあって、それのフィードバックがあって、さらにアメリカだからめちゃめちゃお金突っ込んでたので、本当にトランプ大統領出ちゃったっていうところで法律的にやばいよねっていうので揉めたんですけど、うん、日本の場合もやっぱりちょっとそのインディー政党がその傾向強い気がしていて、インディー傾向、その令和だったり参政党だったり NHK 党だったりっていう、そのネットを主戦場にしてるインディー政党がその陰謀論寄りな人をうまく詰めてるんですよね。そのコロナワクチンは人類を殺すための毒であると言ってるような人ばかりを集めていて、なのでその陰謀論に染まりがちな人を集めて、その人をうまく洗脳すると立派なボランティアとして働いてくれるっていうのを、なのでだいたいそこら辺のインディー政党の人たちって党首が反ワクチンを語り出すんですよ、ね、なのでなんかそういうのはどうなのかなっていう、いやまあまあ、まあ、そうなんだけども、一方でそれで
向こうさん、プラットフォームホルダーがトランプを排除するのが正しいというふうになったじゃないですか。で、僕はすごいこれ危険なことだと思っていて、要するにプラットフォームホルダーが有力候補の一人を排除するっていうことが良識的な判断として認められるようになってしまったんですよ。で、これは例えば新聞とかね、例えばフォックステレビがどこを支持するかなんかよりもはるかに大きな問題で、プラットフォームホルダーっていうのは本当に数字を動かせるので、その危険性っていうのが議論されてないっていうのが不思議っていうか、まあバカなんじゃないかっていうのを僕は思ってるんですけどね。いや、だからテレビ局の公平性なんかよりよっぽどやばいですね。やばいよね。だからあれを認めるのってすごい危険なのに、それを全然言わないでしょ。リベラルの人たちが言わないっていうの、いや別に僕はトランプを支持するとか運の話じゃなくって、トランプでも何でもいいんですよ。あんな有力候補を決めつけて、はい、なるほど。これ今の話、そうするとちょっと実はなんか意味軸もさっきの検察とか弘中さんとか袴田さんの話と重なってくる気もしてて、じゃあなぜ陰謀論みたいなものを信じる人が出てきたかって、土台ってやっぱり権力が一時期、一部の権力がめちゃくちゃしたっていうトラウマがあるんだと思うんですよね。袴田さんの時だったら証拠をちゃんとこう最新的に出さなかったとか、袴田さんの時こうちゃんとこう最新の証拠を欲しいって言ってるんだけど検察が出さないとか、検察が出さないとか、あるいはその堀江さんのさっきの仮説が本当なら、堀江さんの時も何かこう政治にこう反対運動、ある反対なことすると逮捕されちゃうとか、その権力に対する不信が醸成されてこう陰謀論になっていくんだと思うんですけど、そこら辺どうですか、ひろゆきさん。でも権力に不信がなかった時代なんてないんじゃないですか、歴史。いや僕多分だ、権力に不信があるのだいたいマスコミっていうのは権力を批判することで食ってんだもん。いやでもその問題じゃなくって、この急のマスみたいな問題、それから僕リベラルの問題だと思っていて、今世界中のリベラルっていうのはポリコレっていうのをすごく大事にするわけですよ。ポリコレクトです、っていうのを大事にしていて、でそれで人種差別はいけないとか、そういう正義のことをやってるんだけども、その正義のことを言ってる結果、実は僕たちは騙されてるんじゃないかみたいなことを思ってる人たちが増えてるわけですよ。実際ポリコレクトって行き過ぎていて、なんかバカらしい結論になるようなこといっぱいあって、だから本当の正義をメディアは伝えてないっていうふうな、ね、思ってることが僕は一番の原因だと思います。騙されてんじゃないかって誰が思ってるんですか、それは。一般大衆持ってる。そうです、そうです。だから弱者の見方っていうのが、例えば LGBTQ とか、そういうふうな女性問題とかやってるんですけども、でもぶっちゃけ暮らしが気づくてやってる人っていうのって、僕たち別に守られてないじゃんっていうふうに、なんかすごい正しいこと正しいこと言ってるんだけども、それって本当に自分たちに密接した正しいことじゃないっていうふうに思ってる人たちが僕は増えてるんだと思うんです。なるほど。田原さんどう思いますか今の。だから面白いのはね、例えば高市問題で月刊ハーダーとかウィルはさ、全面的に高市大応援やってるね、大応援、高市が正しい、絶対今週は全く間違ってる。こういう発言と逆の発言が両方できるのは日本のいいところだと思う。なるほどなるほど。多面で、ひろゆきさんどうですか。片方だけやと危険だ、ね、どっちにしても。だ要するにロシアや中国が危険なのは共殺以外全部ダメなの、これはとっても危険なの。危ない。まだ日本は安全圏にある。両方できるから。いや日本はすごいいい国ですよ。言論自由の国ランキングが低いとか言ってるのは、あれ嘘ですよね。なるほど。こんな自由な国ないです。だって僕は朝間生テレビで、ね、総理大臣の戦争責任ありという結論になったのよ。でも別に逮捕されなかった。いやそうなんですよね。総理大臣に3人失脚させてたら普通殺されますよね。普通の世界の多くの国では。平気だからね。そうね。どうですか、ひろゆきさんは。いや、なんかその LGBTQ みたいな部分が優先されていて、男性が不遇だよね。で、例えば日本って男性の自殺者率が圧倒的に高くて、で、男女の寿命でも男性の方が圧倒的に低いんですよね。他の国ってまあ2、3歳ぐらい男女差あるんですけど、寿命で。でも日本だとなんか6歳とか7歳とかで。なので、その男性結構苦労してるよねっていうのがあるんですけど、でも男性は叩いてもいいっていう風になってるじゃないですか。なのでジャミーズ問題とかも、あれが女の子が被害者だったらもっと日本中騒いでると思うんですよ。でも被害者が男の人でしょ、じゃあまあ自業自得だよねっていうのが多分日本の大衆の考え方で、その LGBTQ 女性みたいな人たちが何かそのダメージを偉い人から受けてる、これは助けなきゃってなるんですけど、男性少年が被害を受けてたら
それは自業自得でしょ。そんなもんでしょ。出世したかったんでしょみたいな。なんか、それなんでその LGBTQ の中にボーイズが入れないのっていう不思議さがそのまま放置されてるんですよね。ああ。これ、川上さんどう思います？いや、どうでもいい話って言ったら変なのかもしれないんだけども、まあ、やめることができる世界にいる人たちですよね。別にそこにいる必要なくって、でそれが、まあ、地位を利用したもので悪いことは悪いことだと思うんだけど、もう世の中に悪いことですごいいっぱいあるんで、その中で特段悪いことかって言われると別にそんな、いや大問題とするのって、僕はこれおかしいと思うのは、これが大問題になってるのってジャニーズだからだと思うんですよね。世間的に注目を集めてるからでしょ。だから問題として大きいんじゃなくって、ジャニーズが大きいから問題だっていうふうに騒がれている、もしくは騒ごうとしている人がいるっていうことで、いやもっと言うと日本では芸能界っていうのはパワハラって当然であると、だからあの芸能界は不健全なんだっての常識だよね。不健全だから面白いね、確かにまあ芸人さんとかやらかすから面白いわけで、なんか不倫しない人たちだけ集めた芸人さんだったら多分もっとつまんない感じになると思いますけど、ね、うん、いや日本ってなんかいろんなスポーツでもその芸能活動でも秀でた人が性格良くなくてはいけないみたいな風潮があるんだけど、あんなバカな話ない、あんなバカな話ないそんな秀でた人は性格悪いに決まってるだろうとなるほど。一応これちゃんと補助線入れとくとあれですよね。川上さんがさっき言ったのは、ジャニーズの問題からしたら、行為について問題がないって言ってるわけじゃなくて、はい、他にもっと大きい問題があるんだろうってことですよね。ね、そうですね。その問題ないって言うじゃないですか。見せてるんですからね。日本でね、一番はっきりしてるのは、スポーツの世界だけは、勝ってよかったって、ここが絵を踏める。後の世界は勝ってよかったにならないね。芸能界なんて勝っていくことは差別するわけだね。政治もね。だから、スポーツの世界だけは勝ってよかった。だからこの間のね、アメリカに勝ったやつが、よかった、日本人はよかった、よかったって言うよね、あれ、スポーツだけやん、勝ってよかったって言うの。あ、そういうことなんですね。うん、難しい。まあ、今、ちょっといろいろな話出ましたけど、あくまでこれ、司法的な判断が出てるわけじゃないです。あくまで推測ベースの、報道されてる推測ベースの話っていうだけ、いいとことちゃんと言っておきましょうかね、危ないんで。で、ひろゆきさん、さっきのその問題について話し始めたら、どういう文脈だったんでしたっけ、今の。その問題ってそのジャニーズのですか？そんな、あ、結局その平等じゃないよねっていう話で、その被害を受ける人がいるのは良くないよね、パワハラが良くないよねであれば、男の子も女の子も両方助けるべきでしょっていう話だと思うんですよね。でもなんか女の子は助けるべきだって騒ぐで、うん、まあそれは当然なんですけど、男の子の時はなんでそんなに騒がないのっていう、そこでじゃあその、まあ、さっきの働いてる場合男性の自殺率めっちゃ高いよねとかも、働いてる女の人大変だって言ってるけど、男の方が自殺バンバンしてますけどみたいな、なんかそのポリコレ的な助けるべきラインっていうのが男と女で明確に違う気がするんですよね。男女問わず一緒の基準で助けましょうならわかるんですよ。これ最近の傾向なんですか？ずっとそうなんですか？いや、だから昔は男女平等じゃなかったんですよ。なので男は働くで女は働かない でも女を守るために男はいろいろやるっていうので、男と女は役割が違うよねっていうのがもともと日本の文化だったと思うんですよね。でもある時からその西洋的な共働き男女問わず働いて責任もお互いに持ちましょうみたいなことになっちゃったんですけど、実態としてはまだそこまでいってないので、じゃあ子育てになったら女性が全部やります、男性はやりません、当然だよねっていう文化あるけど、でも女の人は子育てと仕事も両方やらなきゃいけないみたいな負担増えてるとかで、どっちが得ってわけではないんですけど、これは日本だけなのよ、はい、ヨーロッパアメリカでは子育ては夫と妻は 50-50 当たり前なの。日本だけが奥さんやる。でもっとひどいのはフランスの場合には子育ては夫と妻は 50-50 で、しかもほとんど国が補助してくれる。日本はほとんど自由な、自由。あれそうなんですか、ひろゆきさん。ね。だからフランスは女性は子供を産めば産むほど得なんだ。日本は産めば産むほど損なんだ。大きな違い。あ、そうなんですか。ひろゆきさんそんな感じなんですか、フランスは。ね。まあその男性の育休が義務化されてたりするので、その男性が育休取らないと会社が罰金払うんですよ。うん、そう。すごいな。なので子供産んだらもう男性も休むし、そでその、まあ、男性が休んでる間に母親が休んで男性側が子供の世話をする、うん、
で子供の世話を男性側も覚えていくってなんですけど、日本の場合男性育休取らないのが割と当たり前感強いじゃないですか。いやでも若いなので子育てのやり方も分かんないっていう。若い人全然違いますよ今なんか、うん、僕の言ってるあの保育園とかってまあだいたい今全部変わってきた。本当変わってきたんですね。もう完全50/50やっていて、もう時間もきっちり分けて、だからあの月火水金と決まってるんだけど、ね、曜日が決まってるんだけど、その次の週はそれ逆転するのね、うん、あそこまで平等にして俺は金曜が欲しいんだみたいな私は金曜欲しいみたいな、そうそうそう、完全平等にやってる家庭がめちゃめちゃ多い。川上さんもだって相当スケジュールいただこうとすると今日は10時8時半には帰りたいってありますもんね。あそうそうそうです、ね、あの子供の面倒見ないと半々ぐらいなんですか。いや嫁の方が全然やってますよ。あやってますけど、でも僕もやらないと、うん、怒られちゃう。まあ怒られますね。あ田原さんの時代はどうだったんですか。何子育てやったんですか。子育ては、いやだから僕らの時代は、うん、男は働く、女房子供を食わせる、で女性は家庭のこと全部やる、こういう時代だった。保育園連れてったことありますか。んお子さん保育園連れてったことありますか。ないえでも田原さんの その娘さんめっちゃ働いてるじゃないですか。うん、あ今ちょっとお子さんが、うちあのその母が9歳の時から乳がんでずっと入退院繰り返してたんで、そのテレビ朝日のお仕事もしつつ田原さんの秘書みたいなこともされてて、食事は結構作る。あねえ田原さん、あ田原さんじゃないひろゆきさん、あの今娘さんがマネージャーやってくれてるんですけど、娘さんが教えてくれたんですけど、田原さんないってほらいつもの面白く言うけど、確かに奥様が、あの、がんだった時期があって、田原さんはずっとお子さんの食事は作ってたらしいです。またないって言ってやってんねやつか、田原さんは。個人面談も言ってたそうです。え、個人面談に田原さん来んの？いやだね、僕じゃ完全に関わでんかで。僕は女房の言う通りに何でもいいこと言う。田原さんに詰められる担任の先生って辛いですね。今リークがあって、娘さんがリークがあって個人面談行くとその先生にこの教育方針違うんじゃないかってすげえ詰めてたらしいです。それ素人を詰めるのはいいんですか田原さん。そんな詰め方してたんですか田原さん。でもそれいやそれは成功してますよ。そうだよね、宮沢さんが総理大臣の時に、あんまり興味ないか。宮沢さんが総理大臣の時に僕に何とか言った。日本の政治家は先進国首脳会議や G7 に行くと全く発言できない。なんでだと。英語ができないか。違う。教育が悪い。日本の教育は小学校も中学校も高校も全部先生が正解のある問題を出す。正解答えないと怒られる。試験もそうですね。大学入試も。で、正解答えないと怒られる。政治家もそう思ってる。ところが、先進国首脳会議や G7 は正解ないからやってるわけだ。だから正解ない教育を受けてないから、全く答えない。教育を全面に変えなきゃいけないと、宮田さん言って。うん、それはどう思いますか。まあ、それはその通りですかね。あでもそれそうですよ。僕ね、あの受験勉強が日本の教育を悪くしてると思っていて、そう、あの面白い、あそれはおっしゃるとおり、一つはあの問題に正解がある問題しか出さないからですよ。だからみんなあの正解があると思っちゃう、うん、でこれはビジネスの世界になった時に絶対マイナスなんですよ、社会的には。そうそうそう、いやだから僕はね、もう数年前に文部科学省の文科省の幹部たちに、大学の入試ぐらいはね、大学に入るのはやっぱり想像力があるやつを入れるんだ、だから想像力があるかないかを判定するような入試にしろって言ったの。そしたらその文部科学省の幹部が、それ田原さんの言う通りだけど、そんな入試にしたら採点できる人間いないと言って、まあ確かに採点する方は難しいですけど、どうですかひろゆきさん、今の田原さんの。いやなんかその田原さんはじゃあ娘さんに どういう教育方針でその正解がないことを教えてうまく大企業に就職させたんですか。ちょっと娘に聞いて。娘さん、ひろゆきさん今聞けました。何の教育もされてなかった。その どういう教育を受けた結果それなりの大学に行き大企業に入れたのかっていうのをちょっと教えていただけると。何の教育もされてないんで
もう自分で頭打って、頭ぶつけて、はい。だからあんまり教育方針を示す、まあ、自由。何にもなかったんで、いやもう本当にだからもう今、親を恨んでて。いや、こうしろ、ああしろって一切言わなかった。言わなそうだもんな、田原さん。でも未だにそのお父さんのマネージャーみたいなめっちゃ仲いいわけじゃないですか。別にそのほっといて生活別れてもいいのに、 なんでお父さん好きなんですか。そんなに好きじゃないですよ。すげえ仲良さそう。あのね、それは好きじゃなくてね、親にほっといたらもうむちゃくちゃに何もできないから自分が全部面倒見なきゃいけないと思い込んでる娘が。実際、え、でもほら、なんかお金払ってメイドさん雇うとかでもあるじゃないですか。あの家政婦さんも来ていただいてますけれども、いや、でね、ほとんど毎日娘に怒られてます。で、僕にバン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 怒られるのは娘しかいないですよね。本気で怒んないと多分全部仕事なくなるんで、そうすると経済的に自分に振りかかって経済的な関係で成り立ってですね。そっか、じゃあビジネス上の本当のマネージャーじゃん。そうか。だから川上さんも家で奥さんに怒られてますよね。怒られてますよ。あの、僕あの子供が泣いても、あの子供がいくら泣いても起きないんですけど、あのうちの嫁の機嫌が悪くなったらすぐ起きます。大事ですよね。大事。いや、みんなでもそうやって共済かぶったりお父さんのこと嫌いって言ってみたりするけど、あれですよ、俺は知ってますよ。田原さんと奥さん家近いんですよ。夜川沿い散歩したりせんすよ、二人で。奥さんじゃないです。奥さんじゃない、娘さん。仲いいから散歩してるわけじゃなくて、倒れられたら困るから散歩。なんか食事行って帰り、たぶん歩いてるだけ。本当はあれなのか、別にそんななのか。ありがとうございます。要するにね、娘が、でも親が心配で心配でしょうがないね。うん、それで、偉いですね、横断歩道を一緒に渡ったりしてる、よく見ますよね。あの、自分が怒って面倒見ないと仕事がすぐなくなっちゃうと思い込んでる。なるほど。いや、なくなるでしょう。だってね、あの、暴言どうぞ、ひろゆきさん。いや、家庭内に、いや、男性って、まあ、社会に出てる人とか田原さんとかやっぱどんどん天狗になっていくじゃないですか。でも家庭内に怒る女性がいる人の方が結果としてうまくやっていける気がするんですけど、その怒る側の娘さんとしては家庭内に怒るという役割を女性がやることって、その結果なんで男性がうまくいくんだと思いますか。うまくいってるのかどうかわかんないです。全然、ね、もっとなんか穏やかな性格だったら池上彰さんみたいになる。池上彰さんにしたかったんだ。そこが成功例なんですね。あ、川上さんどうなんですか、それどう思います。その男性が家で怒られてた方がうまくいくと思います。まあ、男性だってことないかもしれないですね。女性も逆があるかもしれないですけどね、社会的に。ちんちゃん、でもやっぱりね、男って非合理的な衝動で行動する生き物だと思うんですよね。だから、あの、僕がネットとかに時々書き込むじゃないですか。で、それの時に、まあ、なんで今書き込んだって深読みされるんですけど、それね、嫁が見てない時なんですよ。うん、なるほど。嫁が見てる時は、あの、ネットに書き込むのは怒られるので。絶対、だって、ガーシーさんの時も入院してた時。入院してないでしょ。で、立花さんの時もパリ行ってて飲んでた時ですよね。あ、そう。あの、立花さんにやろうって。海外からやったんで、嫁の監視がないからやってただけで、みんな深読みしてるんだけど、もう単にそれだけの理由なんですよ。家で寝てたら怒られるんだもん。そうですね、大体そういう時にガーシーさんとか立花さんに絡んでますね。ひろゆきさん、そうですってどうですか。いや、だから結局だから、そのやっぱり人は、そのうまくいった男性って他の人と違うことをやった結果うまくいってるっていう、多分独自の価値観とか成功パターンを持ってるんですけど、それが行き過ぎると多分社会からずれてくんだと思うんですよ。で、そこを家庭内で抑えてくれる人がいるかどうかっていうのが、社会との接点をちゃんと維持できるのか、あちら側に行っておかしな人になっちゃいましたねってなるの、その差なのかなと思ったんです。ひろゆきさん、ご自身はどうなんですか、ご自身は。いや、だから僕もその基本怒られないようにこそこそ。いやー、すいません、あの、ありがとうございます。時間が来て20時で、川上さん、なんか本当3時間ぶっ通して喋ってます。すいませんでしたか。いい。田原
原さん今日本当はワンショットでお話し聞こう。川上さんいてごめんなさい、なんか急に座組を変えちゃって。じゃあ感想を聞いていきましょうか。今日のまとめを聞いていきましょう。まあ後半についてはそのメディアとっていうか、いろんなメディアと、妻の話みたいな感じでしたけど田原さんどうでした？いや僕はね年寄りだからとにかくね若い人の主張を聞きたい、うん、若い人の主張を聞くのは僕の役割だと思って、うん、だから川上さんとかこのお二人の話とっても面白かった。大丈夫ですかね、今日失礼なかったですかね。全く前回呼んだ時はちょっともっとガンガン怒ってほしい朝生の司会降りろとか前回言ってすいませんでした、本当に。いや本当にで川上さんどうでした今日？いやそうですよね、なんか最初から最後までね予想外の展開でちょっと面白かったですねなんでこの前最後は久々に田原さんのお会いできて面白かったです。川上さんってやばいですよね、だって急にこの大企業の社長がいきなりいてくれって言って1時間半もスケジュール後ろに倒していいわけないじゃないですか。俺そんな人聞いたことないですけど。いやいや、だって僕夜とかって予定入らない日多いですよ。そうですか、うん、いやなんかブロックされてるんですよ、子供の面倒見なきゃいけないってあの嫁って僕の会社のスケジュール表のいじる権限持ってるんですよね。え、奥さん会社のスケジュールいじる権限持ってだから勝手にどんどん予定が入るんですよ、こうブロックとか。本当に今日大丈夫でした？今日なんか8時半ぐらいに帰ればよかったって言ってましたね。8時半に帰れば大丈夫です。でも1時間半を3時間付き合ってもらって本当にありがとうございました。もう本当やべえよ本当。ひろきさん、じゃあ最後の今日まとめお願いします。いやなんかネット番組の良さをちょっと久しぶりに思い出した感じがするんですけど、そのテレビで作ると必ずキャスティングが決まってるんですけど、ネット番組ってたまたまそこにいる人が来たりとか、電話で呼びつけた猪瀬さんが突然来ちゃって参加してくれるとか、そのすごい適当に作ってる結果何を作りたいのかがわからない面白さっていうのができたんですけどあ、そういやこれ久しぶりに見たなと思って、なのでなんかだいぶ懐かしい感じがしました。そうだよね、今日まずはひろきの対談っていうのを一体何を話せばいいのか最初分からなかったもんね行き当たりばったり、そうお互い誤解できたみたいな。田原さんも参加していただいてで僕は娘さんの話が聞けたから結構僕の中でヒットなんですよ。そうですね、なかなか出ないですね和田さんはありがとう。いやだって言うてもテレ朝でギネスに乗る番組作ってらっしゃるわけじゃないですか。それも娘さんとは違う方ですね、うん、あ娘の方ね、姉、うん、そうお姉さんの方で、その妹さんの方が2人らしい、妹さんの方がより世に出てこないですからはい、だからなんかそういうなんかちゃんと優秀に子育てをしてるっていうのを見せないじゃないですか。田原さん全然優秀じゃないからもう全然優秀じゃないまあ池上彰になれなかった男として、なれなかった池上彰より、まあ池上彰さんもすごいけど、タラさんはまあ歴史をねちょっとやっぱ変えてきたかもしれないですからね。ぜひぜひ、あそうだ俺もだってあれですよ、会社辞める直前タラさん寿司怒ってくれましたからね、いきなりね地元で。本当ありがとうございました。いやでも本当に今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。引き続きじゃあ今日は、ま、一適当な番組リラックスしてくれたゲストも不器用な組み合わせも本当行き当たりばったりすいませんでした。本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。先生お邪魔しました。なんかちょっと一回川上さん下まで送ってきます。あ川上さんにお会いできてよかった。あそうですよね、ありがとうございます。お願いします。岸田内閣に国民がどう程度不信感を持っているか、問題はこの国どうすればいいかと前向きに考えろ。防衛予算の倍増があって中身どうするんだって、ま、全く決まってない。年功序列終身雇用これやめろ。中国が台湾に武力行使しない、させない、これはできない日本だ。それがもっと大きい問題なの。新しいチャンネルをですね作りました。50で辞めて、はい、医者になるってどういうか、はい、50歳の頃に見えたんです、自分の先が。100時間ぐらいかけないと全貌がつかめないのではないか。好奇心を発露させて楽しむための仕組みとして人間がいろいろと試行錯誤していたら、ひろきさん渡部さんの伝統芸能見たいですよね。いただきます。うん、新ファンタスティック未来やったー。新番組ですよね。はい、はい、新しい。日銀の話って専門的になりがちなので、柔らかく多くの人に分かりやすくしつつも、そういう決定版みたいな番組になればなと
核さえ打たなかったら具体的に攻め込んでくるような戦力とかないわけじゃないですか。そんなことないですよ。なんでその北朝鮮、あ、そうじゃないですか。いやだからその僕って人間が人間らしいのっていうのはバカなことをすることだと思ってるんですよね。あ、田原さん来た。あ、ご無沙汰します。偉くなりたい人たちは上に対して正論が言えないのよ。正論言ったら偉くなれないからね。リハックではですね、サブスクのまったりリハックという、サイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか経済の森の、楽屋トークとかアフタートークみたいなのも、たまにちょこちょこ配信したりしてます。なんかコンペだけならちょこっとしたちょこっとした話を、したり、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信とかですね、たまにやったりしてますんで、皆さんともライブにやり取りしながら、お話をさせていただくと、私非常に楽しみにさせていただいております。本当にいい、まあ全然登録しなくても大丈夫ですし、ちらっと登録してみた方は、登録してみてください。引き続きよろしくお願いします。こんにちは、リハックプロデューサーの高橋弘樹です。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。リハックではですね、タブスクのまったりリハックというサイトもやっております。楽屋トークとかアフタートークみたいなこともたまにちょこちょこ配信したりしてます。ぜひよろしくお願いします。